皆さんこんにちは、リアルスタイルフィットネスクラブの矢島です。今日はワイドスクワットを行っていきます。普通のスクワットは足を腰幅に開くものなのですが、ワイドスクワットは足を広めに取ります。つま先の向きもまっすぐではなく少しハの字にして開きます。では胸の前でバランスを取りましょう。このままお尻を真下に下ろしていきます。この時になるべく深くしゃがめる方は深くしゃがんでいきましょう。で、ゆっくり上がっていきます。膝の向きがつま先の向きより内に入らないように気をつけて、つま先と膝を必ず同じ方向に向いてしゃがむように意識していきましょう。では早速やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。慣れてきたら15回、20回と回数を増やしていきましょう。内ももの筋肉が疲れてきたら OK です。では頑張ってみてください。